おい。ボスは桐生さんのファンですから、会ってさえくれりゃ機嫌も少しは治る。ボスなら変わる。ありがとうございました。
お。ああ。待ってるぜ。勝負だ、カズマくん。この時注目のカズマくんは青レーンだ。対するはお久しぶりポケスターファイターだ。まもなくスタートだ。集中集中、レディーゴー。僕の走りについてこられるかな。悪くねえな。そろそろ反撃といこうかな。カスタマイズが良かったな。少し油断していたな。このまま勝つ。本番だよ、カズマくん。カスタマイズが良かった。これが来るか。レディー行くぜ。なんて気迫だ。さすがだね。完敗だ。おっ、やっ。注目のカズマくんは青レーンだ。対するはタクマくんだ。カウントダウンが始まるぞ。待たせてもらうよ。ゴー。少し出遅れたか。カスタマイズが良かった。カスタマイズが光っている。さあ、差し当たりは急コーナー。押せ押せ。止められねえ。お前の静けさなのか。押せ押せ。体勢が崩れている。大丈夫なのか。勝利への執念でレースに復帰したぞ。安定した着地でカズマ君華麗にクリア。ベーストだ。おっと、ライバルマシンもベーストだ。一気にレースが加熱する。本番はここからだ。止められねえぞ。足元を救われるなよ。押せ押せ。みんなのカスタマイズが光っている。いよいよファイナルラップだ。押せ押せ。カスタマイズが良かったな。何が起こるかわからないのが終点。ゴール。熱いマシン。
ああ。待ってるぜ。や。
それがあんたの息子か。キリュウ、お前いつからそこに。いい女だな。趣味のいいガキだ。まあ悪かねえ。どこぞの組長の娘でなければな。この町の組か。いや、浅草のケチな組さ。お前向きの情報は来てねえよ。今日は無駄足だったな。そうか。旦那じゃないですか。ん？誰だお前。俺ですよ。もしかしてお前田村か。そうです。いやお久しぶりです。お前死んだはずだったんじゃ。お恥ずかしいことで、外じゃそういう話になってるみたいですね。青木からでも聞いたんですか。ああそうだ、俺の事件を追ってて東京湾に浮かんだって。さすが花屋さんだ。完璧に情報でっち上げてくれたんですね。どういうことだ。実は5年前サイの河原に入ってボスと知り合ったんです。そして情報屋としての自分が足元にも及ばないことを感じてね。それで姿を隠してボスの部下として働こうと決めたんですよ。でもどうして死んだなんて嘘。まあ俺には幸い嫁も子供もいなかったんで、別に死んでも悲しむ人間ありゃしない。それならいっそのこと自分を消しちまった方が情報が集めやすいと思いましてね。それで花屋さんに頼んだんです。そうか。でも青木は今でもお前のことを探していたぞ。そうですか。やったな。俺のことは青木には黙っていてください。お願いします。ああ、分かった。それじゃあまた。逃げろ。うん。一人か。待てよ、何か勘違い。うるせえ。組長に言っとけよ。娘さんは杏花は俺が幸せにしますってな。やるしかねえんだ。逃してくれ。そうだ、金を山分けしようぜ。俺たちが逃げたことにすりゃ。落ち着け。俺はただの通りすがりだ。え？じゃああんた後部組。違う、訳を話せ。どうなってるんだ。追われてるんだ俺たち。杏花の親父後部組から。何があった。
京香が一緒に逃げてくれって。そうだ、俺早くあいつのとこ行ってやらねえと。どこにいるんだ。デボラってクラブだ、劇場前広場の。あんた悪いけどもう行っていいか。ダメだ。お前ら、タカシ、お前チーム抜けるってよ。メールで済む話じゃねえだろうが。後で筋は通すつもりだったんだ。いや、お前はとんざらするつもりだった。な根性だからよ、パシリで鍛えてやってんだろうが。今急いでんだ。なめてんじゃねえぞこれ。なんだおっさん。行けよ高志、今日はちょうど打とうと思ってたんだ。ひねくれたカーブをな。だと。行け。すまねえおっさん、今さら謝っても遅いぞ。おい、一つ貸しとくからな。高志のことはほっといてやる。どっちにしろあいつは終わりだ。辻門が網張ってるからな。なんでそこまでするんだ。あいつの女、親父の金持って逃げたんだってよ。親父の組の金か。デボラってクラブだ、劇場前の。手間のかかるガキだ。どきなさい、私はもう帰らないんだから。お嬢、申し訳ありませんが力ずくでも。高志はどうする気。お嬢をたぶらかしたガキです。きっちり落とし前つけさせていただきやす。そんな。違うの、私が一人でお金を持ち出したんだから高志は関係ない。お嬢、違いやす。お嬢はそう仕向けられたんですよ。京香、下がってろ。ずっと前に決めたんだ、俺は何があっても京香を守るって。待てこら。すいません兄貴、こいつ勝手に。ずいぶん賑やかだな。外野の出る幕じゃねえ、引っ込んでろ。そうはいかねえ、あんたらそのガキ殺しかねんからな。やかましい。大した根性だな、この人数相手に。話はしめだ、やれ。ちょっと
たがし。ああ、取った金は置いてけ。ずうずしすぎる。分かったよ。ダメよ、お金もなくてこれからどうするの。でもよ、クソガキ、てめえそんな半端でお嬢と逃げる気か。チームじゃパシリで、挙句にはメールで組抜けるってか。黙りなさい。いいよ、タカシ、もう行こう。お嬢、親父は何よりお嬢の幸せを。なら、なんでお父さんは来ないの。え、それは、その…ふざけないでよ。私はね、お父さんがヤクザなばっかりに、今まで散々だった。分かってやす。お友達もできず、お嬢はずっとお一人きりだった。親父もそれが不憫でならねえと。タカシ、俺、あ、俺、確かに今は半端です。でも、目いっぱい働きます。頑張って、頑張って、絶対に京香さんを幸せにしますから。口先だけか。証明します。高志、よせ。お前は極道じゃねえんだ。さっき口にしたことをやりゃそれでいい。あんたもそれでいいな。親父からの伝言です。え？京香、私は生まれついての極道だ。京香、私は生まれついての極道だ。何十人の部下を連れながら、だがたった一人の娘を幸せにしてやれない極道者だ。汚れすぎた私の手にお前を抱きしめてやる資格はもうない。だから行け、京香を。よろしくお願いします。はなから組長の描いた絵図通りってことか。もういいんですかい。ああ、そのモニターにじんじまって見れたもんじゃねえ。こいつは。あんたヤクザ嫌いなんだってな。ええ。いいのか。あんたはせがれの選んだ女の親父、俺にはそれだけです。立派な息子さんだ。俺が育てたんじゃないですから。うちもさ。ああ、そうだ。そういえば、タカシの連れの親父さんがこんなもん置いてったんだ。京香って女の親父さんか。俺にくれるのか。ああ、ここで一緒に見ていたんだよ。お前に感謝してたぞ。まあ、せっかくの差し入れなんだ。もらっとけ。ああ、それから、実はこの地下街にはちょっとしたカジノがあるんだが、お前も入れるようにしといたから、暇があったら行ってみな。隊長さん、隊長さん、こっちも見てって。もしもし。ああ、キリュウちゃん、私レイナよ。ああ、どうした。伊達さんがセレナで酔いつぶれてるの。ちょっとセレナに来てくれないかしら。分かった、すぐに行く。それじゃ早く来てね。ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。
伊達さん、キリュウちゃん待ってる間ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒をどうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよバカ。何何。さやって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺、ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。